どうもこんばんは、永田です。永田ムービーの永田です。今日はですね、5万人登録、チャンネル登録者数が5万人を突破した、まあちょっと前なんですけど、質問コーナーやりますんで、質問くださいって募集をしてたんですけども、今回はね、その質問に答えていきたいと思います。永田ムービー100の質問ということで、ちょっと思ったより来たので、ちょうど100個選んで、100個の質問に答えていこうかなと。じゃあ100個あるんでどんどんいきますね。まず1つ目の質問です。5万人おめでとうございます。おすすめに出てきた TM レボリューションを見て秒でチャンネル登録しました。アラフォーの私はグレー世代なので、永田さんの選曲はどれも大好きで何度も見てしまいます。癒しの時間をありがとうございます。質問です。グレーとの共演を夢見る永田さんがコラボしたい曲ベスト10をベスト10を教えてください。まあ、いきなり結構難問来たんですけども、そもそも10曲コラボしたいとまでは思ってないんですけども、さすがにね、僕1曲でいいってずっと言ってるんですけど、実際何でコラボするかって考えたら難しいですよね。まあでも分かりやすくやっぱりあれかな、誘惑かな。もう共演っていうことが勝つすぎて、ちょっと曲数までは全く考えてなかったです。まあ誘惑かな、やっぱり。で、今もハードオフで働いてますか。すいません、質問箱登録したけど使い方が分からなかったのでこちらで。この質問もね、結構来るんですよ。いや、もうハードオフやめたのっていうコメントも結構あるんですけど、全然やめてないです。なんでかっていうと、今年の、一番最初にTM レボリューションのカバーをお店の方で開けたんですけど、それ以来今年アップしてないんですよ、全く。なんでなんかやめたっていう人が結構コメントでね見るんですけど、全くやめてません。変わらずハードオフ夢モール地区号店で働いております。ぜひとも遊びに来てください。次、5万人登録超おめでとうございます。めちゃくちゃ嬉しいです。質問いっぱいあるんですけどいいですか。1、トップシークレットかもしれませんが、永田さんのウエストのサイズ。2、1がダメなら洋服のサイズを知りたいです。例えばユニクロの T シャツなら ML、XL。これは本当に聞きたいのですが、前に配信でグレーと共演するっていうのはたくさんある夢の中の一つっておっしゃってたんですけど、グレーと共演する以外の他の夢を一つでも教えてもらえると嬉しいです。てか、この3についてぜひともお願いします。あ、でも1と2もぜひということで、ウエストのサイズはね、本当に測ったことがちょっとなくてわかんないですね。まあでも相当じゃないですかね、多分。ユニクロの T シャツなら多分ね、L だと思います、僕、L。夢っていうか、なんかいろんなところで撮影したいっていうのありましたね。ずっと二人でカバーした時の、アルカディア・クルメさんとかね、チャペルで撮りてえと思ってから、思ってから結構早かったんですけど、まあ実現したし、まあグレーと共演するっていう夢はありますけど、もしグレーさんが叶ったら、次はヨシキさんかなと思いますよね。共演マニアみたいになっていくかもしれないですけど、福岡にマリンワールドっていうとこあるんですけど、あそこでマリンワールドの水族館で撮影したいとか、可能不可能は考えてないです。あと野球場でも撮ってみたいし、この辺の野球場探し回っていろんなとこ撮影できませんかって聞いて回ったんですけど、なんか午前中だけで20万とか、なんか30万とか、そんなことばっかり言われたんで、ちょっとやめてます。次こそ要望じゃなくて質問いたします。フュージョン後は床屋さんから美容院に変わったのですか？回らないシースは食べてましたね。伝説の17歳のウニ頭や上京中は美容院だったんですか？それともセルフカッターのカラーしてましたか？この質問ってありですか？ありです。まずフュージョン後っていうのは、僕ドラゴンボールのチャラヘッチャラをカバーした時のネタのこと言ってると思うんですけど、いや、実際あれ動画で言ってるだけで、僕美容院には行ってないです。もう普通に、それこそ床屋さんみたいな、僕大体1000円カットのとこ行って、さーって聞いて、さーって終わりますね。でもね、20代前半の東京にいた時は、美容院に行ってた。その時は、表参道か渋谷にわざわざ切りに行ってた。もう完全にカッコつけて行ってたっていうだけですけど、表参道が確かね、なんかすごい美容室の街で、美容室がバーって乱立してるんですよね。で、そこで切ったらなんかかっけえみたいな。わざわざニコタマから電車に乗って切りに行ってましたね。なんかカットだけで6000円とか7000円とか当時してたと思うんですけど、全然それ払ってたっていう。で、その帰りに表参道になんか確かね、スターバックスがあるんですけど、当時持ってた MacBook を持って行って、なんかコーヒー頼んで、で、外国人のお客さんが多いんですよ、そこの店舗は。なんか、ああ、俺かっけえとか思いながら、なんかコーヒー飲みながら、なんかまとめサイト見るみたいな。もう本当にね、そういう全く意味のないことやってましたね。次、質問です。トランクス派、ボクサー派、ブリーフ派、好きな色は何色ですか？ボクサー派で、好きな色ってのは別にないんですけど、まあ明るい、暗めの色が好きですかね、どっちかっていうと。5万人おめでとうございます。永田さんがすごいと思う三大ボーカリストに玉置浩二さん、エレカシ宮本さんを挙げられていたと思うんですが、
あと一人はどなたですか？かっこアスカさんと予想。すでに何かの動画で言われていたらごめんなさい。これはね、実はね、これ正解です。僕はもう一人というのは、チャギ&アスカのアスカさんですね。いや、やっぱね、この3人はね、もうすごいと思う。個人的に。なんかなんでしょうね。めちゃめちゃうまいって思います。登録者数5万人おめでとうございます。グレー曲で増殖するとき、ギターの方はリーダー役か久し役か気になってます。ちら。もう結構聞いたままコピーするんで、多分久しさんパートが多いと思います。僕が弾いてるのは。ただ重ねて、後からちょっとバッキング追加したりとかは、音入れたりはしてるんで、ただもう基本的にはどっちかといえば久しさんかなという感じですね。次、足のサイズを教えてください。26ぐらいかな。いつも楽しく拝見しております。チャンネル登録者数5万人おめでとうございます。オリジナル曲はいつぐらいになりそうですか？またオリジナル曲が完成するまでの動画も見てみたいですね。複数の永田さんが会議してるやつ。これはですね、もう1年出して1年ぐらい経ちましたがね、オリジナル曲を作ろうっていう動画を出したんですよ、でオリジナル曲を作る過程を見せていこうとですね、ちょっと劇風な感じで撮ったやつが1個あるんですけど、それ以来アップしてないんですよね。オリジナル曲はいつぐらいになるかちょっと分かんないですね。いや、作ろうと思えばね、オリジナル曲は別にすぐ作れるんですけど、やっぱ動画にするってなるとね、あれ結構大変なんですよ、撮るのが。歌と違って会話ってなるとちょっとね、難しかったりする。あれちなみにどうやって撮ってるかというと、その会話の部分は実は最初に録音してしまったんです。声だけ最初にもう台本みたいなことバーって書いて、それを流しながらそれに合わせて口パクで喋ってるのを2人3人4人って撮ってるっていう作り方をしてるんですよ。実際にその場で喋ってもいいですけど、そうなるとね、やっぱ合わせる時に人間同士の会話の間とか、そこまではね、さすがにちょっと長さ頭に入れながら喋ることはできないんで、先に喋ると、でそれを流しながらそれに合わせて口パクする。あれ全部セリフ僕覚えらんないんで、例えばさーって流れた後にちょっと遅れて、さーってそれを聞いたまんま口パクしてます。でそれあと編集の時にそのずれた分をちょっと音声だけ前後しながらで合わせて、さもその場で喋ってるかのようなタイミングに合わせてるんですけど、あれは実は口パクです。5万人おめでとうございます。質問です。ギター始めたきっかけは何ですか？中2ぐらいの時に音楽室、休み時間に音楽室のベランダで1個上の先輩がジュークの全てっていう曲を演奏、ギターで弾いてて、めちゃめちゃかっこいいと思って、それと同時に、あれ？これ俺の方が絶対うまいわって思っちゃったんです、なぜか。その時別に弾けもしないのに、弾いたこともないのに。確かその日、グレーのドライブっていう赤いアルバム、ベストアルバムがあって、それのバンドスコアを買いに行った気がするんですよね。別にバンドスコアを買う必要はなかったんですけど、コードだけでも分かればと思って、なんでか知らんけどバンドスコアを買って、で家にあった親のギターを練習して、それが始めたきっかけですね。全部俺、かっこ長田ライブしてください。これはね、儚い夢ですね。こうやってね、画面上ではライブしてますけども、これがリアルで不可能だからね、どうしても。やるとしたら、ご本人入れて、あとモニターで映し出すとか、そういう、なかなかライブは難しいですよね。永田さん、チャンネル登録者数5万人おめでとうございます。永田さんを知ってから特にグレーですが、たくさんの素敵な曲を知ることができました。本当にありがとうございます。さて質問です。永田さんがこの先グレーの曲を1曲だけしか歌えないとなったら何を選びますか？いや、というか選べませんよね、すいません。1曲だけしか選べないっていうね、逆に。でもやっぱ好きになるきっかけになったピュアソウルっていう曲ですかね。まだやってないですよね、自分のチャンネルでね。おめでとうございます。本当にサイン考えてるんですか？お店でも色紙持っていったら書いてもらえますか？ドキドキして言えないおばさんです。バックストリートボーイズ楽しみにしてます。頑張ってください。そう、一時期ね、サインをちょっとあまりにもサインくださいって言われる回数が増えてきたので。すごくないですか？でもここ1年僕ハードオフで動画上げてないんですけど、最近めちゃめちゃ増えてるっていう。で毎回署名みたいに永田って書いてて、さすがにちょっとさって書いた方がじゃあ申し訳ないんじゃないかと思ってきちゃってた時期があったから、多分この質問なんですけど、結局ね、サインは考えないってことにしました。もう変にこうカッコつけるよりはもう普通にサインをすると永田と、それの方が逆にいいかなっていうふうな答えに至ってます。いやー、5万人いきましたね。ハードオフの動画にはなりますが、ヒデさんのロケットダイブで永田さんを知って、この人を応援しようと心に決めて丸1年。微力ながらでも気持ち変わらず応援し続けてきた、本当に良かったです。ありがたい。次は10万人目指してこれからも応援させてくださいね。質問になるか分からないですけど、3時の謎と歯ブラシが一体何なのか知りたいです。ああ、ちょうど1年ぐらい前ですかね。12月、グレーの Think About My Daughter っていう曲があるんですけど、それに合わせて、ちょうどその時、子供が生まれたんですね。そのことを動画に合わせて出して、その終わり際だったかな、確か。無事に終わりました、ありがとうございました、これでパパになりました、
で最後に3時のって言って終わってるんですよ確か。そっから僕多分何も言ってないと思うんですけど、子供は実は3人います。小学校4年生の男の子が1人、小学校2年生の男の子が1人で、去年生まれた女の子が1人と、実はこの3人子供がいるんですね。お店に直接来てもらった人とかにはちょいちょい言ってたんですよ。まあなんかせっかく来てくれたしってことで、なんか記念になるようなことを言った方がいいかなと思って、まあ、実はあの謎はですねみたいな、何人か喋って知ってる人は多分いると思うんです。実は3人の父親であるということ。ただその僕その動画出した時に実はこの間結婚してましてっていう話をしたと思うんですよね。去年結婚しましたみたいな。ただ小学4年生の子っていうことはまあ10歳なわけですよね。ん？あれこれどういうことかっていう、どういうことだろうって思いますよね。まあ今回はこの辺でやめときます。無駄に伸ばすっていう。永田様ズバリ一番得意なパートは何ですか？演奏時やっぱりボーカルですかね、強いて言うなら。別にどれも自信があるわけじゃないですけど、まあそもそも歌いたくて弾いてるっていうだけなんで、本当は弾きたくないです。ドラムもギターもベースもやりたくないですけど、本当は歌だけ歌ってたいっていうね。でもやらざるを得ないっていう。でも本当は歌だけやってたいっていう。次、登録者数5万人突破おめでとうございます。仕事は月に何日お休みあるか、お休みがあるんですか？めっちゃ忙しくないですか？忙しいですけど、まあ月に大体8日9日はお休みをいただいております。ジャンク品の紹介に爆笑してファンになりました。ありがとうございます。いつも元気もらってます。モチベーションの源はどっからですか？まあやっぱ普通に楽しいからですよね。これを演奏したらどうなるんだろうとか、どんくらい見られるんだろうか、どう喜んでくれるだろうかとか、もう本当にただシンプルに本当趣味って感じ。チャンネル登録者数5万人突破おめでとうございます。おめでとうございます。聞きたいことは、以前ひわさんとコラボしていましたが、他にコラボしてみたい人はいますか？最近ね、よく出てるお笑い芸人の放課後ハートビートさんっていうお笑いコンビさんの、ひわさんっていう方とグレーのマーメイドっていう曲で一緒に歌ったんですよね。他にコラボしてみたい人、 YouTuber でってこと？コラボね、まあ別に現状そんなコラボしたいとかあんまり思わないですよ。コラボしたいとかだっていやマジで、ね、僕とコラボしようとすると結構多分大変になるんで、このスタジオに呼ぶ、例えば誰かを呼んで同じようなことやるのか、まあなんかリモートで前みたいにやるのか、でも結構大変だろうと思うから、別にあんまコラボしたいというのはもともとあんま思ってないですね。永田さんって筋肉マン好きですか？別に好きではないかな。筋肉マンはごめんなさい、見たことないです。今真夜中なのでこの質問を、恐怖体験心霊系したことありますか？恐怖体験かないっすね。永田さんの歌はすごく上手な上に個性味があって心に響きます。まず歌の練習方法とか教えていただけたら嬉しいです。練習方法はね、わかんない。僕練習してないですもん、歌は。本当に普段だから、ね、何ヶ月かだけ東京にいる時になんか渋谷のボイストレーニングに通ってた時期があると紹介されて、本当にねその先生の教え方が全く僕分かんなくてもうやめちゃったんですよね。すぐ。永田さんのこういう自分が大好きっていうところはどこですか？こういう自分、まあこういう自分が大好きなんですよね多分。自分好きじゃないと多分こんなやってらんないですよね、こんだけ出してね。東京行きの時ご両親から何か言われましたか？やっぱちょっと多少反対じゃないけど、まあ大丈夫かみたいなことは言われましたね。まあでも割とスッと行きましたね。19歳の時に。今の夢は何ですか？グレート共演以外で。子供の頃の夢は何でしたか？まあ2021年か来年か。チャンネル登録者数20万人は行きたいですね。でも今 YouTuber めっちゃ増えてるでしょ。そんなにね、YouTube の方に、まあ普通に仕事もしてますから、そんなにフルでマックス頑張るっていうのは多分できないし、 YouTuber も増えてくるからね、まあ難しいでしょうね。チャンネル数ばっか増えて結構大変になってくると思いますよ。子供の頃の夢はね、僕多分ね小学校の時の、ね、芸人になりたいとか言ってた気がする。今までで一番印象的だったハードオフのお客さんは、ほんと何年も前なんですけど、なんか外国人の方で、見た目がすごいなんかムキムキの筋肉質のもうグラス、なんかすごい黒光りのグラサンパッキンみたいなしてる男の方なんですけど、なんか髪の毛がピンクのロン毛で、なんかすごいカラフルなタンクトップ着てて、なんかちょっと多分お姉系な感じの外国人の方で、なんか「Hey, hi」みたいな、手をこう「Please」とか言われて、なんか 手を出してくれみたいに言われて、なんか「ああ、はい」って言って手出したら、なんかすごいここねこうサッて手を置いてこう手を包み込んで、イエーとかなんかこう、イエーなんかオーとかなんかすごいなんかね、手をこうなでなでされて丸め込まれて、なんか3分ぐらいずーっとしてて、オーイエーオーケーオーケーユーオーケーみたいな。で、オーサンキューサンキューとか言って、なんかそういうのが、それが印象的だったかな。今までの人生で浮気したことありますか？浮気したことはないですね。
モーニングルーティーンを教えてください。朝ごはん作って、まあ、水筒を準備したり、歯磨いて、で、おむつ替えて、ゴミあるならゴミ出しして、って感じかな。それで仕事行くかな。まだ受付中ですが、ヘアスタイルについて質問です。髪は美容院で切ってますか？床屋ですか？髪、会社行く日のセットはムースですか？ちょっとさっきの質問と被ってますけど、セットはね、なんかワックス使ってますね、普通に。とっても素敵なお声ですね。何かケアはしていますか？していません。氷室さんとグレーのコラボ、アンサー。デスボの私ね、氷室さんパートしか歌えません。テレさんパートのコツとかお分かりでしたらご教授いただきたいです。アンサーはね、アンサーのテレさんパートはね、サビはほとんどラなんですよ。A っていうかそのラ。いつの間にもう歌だけね、あのラってね、ちょうどね、まあちょっと高い、普通の人が歌ったらちょっと高い、ちょうどね、なんかあのファルセットとかその地声のちょうど境目にあるポイントみたいなのがラなんですよね。これ人によってはそうだったりするんですけど、まあ難しいですよ多分。コツっていうかね、そこのちょうどその点をずっと同じ音程で出さなきゃいけないから、まあノリっすかね。ノリ、横顔が彫刻のように美しい永田さん、普段のお肌のお手入れはどうしてますか？好きな化粧品ブランドありますか？いや、全くしてないです。ごめんなさい。ハードオフの CM 出ないんですか？いや、CM、そんな、さすがに CM なんてそんな、僕じゃさすがに CM には、力足らんと思います。涼しげな目元で瞳の色も綺麗で鼻筋が通ってて面白くてギターも上手で何よりも声が素敵、今まで何人の女性から告白されましたか？めっちゃ褒めてくれてますね、この方。ありがとうございます。何人の女性、いや告白されたことないですよ、僕一人もないです。10歳年下の女の子は恋愛対象になりますか？10歳年下やったら全然なるんじゃないですかね。ぽっちゃり女子は好きですか？ぽっちゃり女子は好きです。今欲しいもの10個教えてください。10個、あんま欲しいもんってないんですよ基本。超豪華な家と、なんかこの間のローランドさんの動画見てて、なんかめっちゃすごい自宅で出てて、あ、これ欲しいと思いましたね。欲しいもんだ。物欲はあんまないかもしれない。これやりたい、あれやりたいはあるけど、ほんと欲しいもので言ったら本当に撮影で使う便利なものとか、今までどんなスポーツをしてきましたか？僕は、小学校時代は、なんか音楽部と陸上部にと2つ入ってたんですよ。5年から6年。で、中学校、こうなって陸上部に入ってます。最初長距離で入ったんですよ。10キロとか走るんですよね。10キロってもう、もともと運動別そんな得意じゃないんですよ。10キロも走ってるのもきつくて、練習もきつくて嫌すぎて、その時の顧問の先生に、短距離に変えてくださいって言ったんですよ。もうその10キロも僕は走れんということで、短距離だったら100メートルじゃないですか。だから短距離に変えてくださいって言って、で100メートルに変えてもらって、よっしゃ、これで100メートルしか走らずに済むぜと思ったら、なんか練習が相当きつくて、だって全力疾走を何回もやるわけだから、で、周りはもっと速い人がいっぱいいて、俺なんか別に全然普通の速さだったんで、やばい、これもきついからちょっと無理だな、これ僕、あ、これちょっと僕できないかもしれないと思って、ハードルに変えてくださいって今度言ったんですよ。ハードルってね、その時のうちの部活で誰もやってる人がいなくて、用具入れみたいなとこからハードルを何個か自分一人で持ってきてセッティングして、で、わーって何回か走って、で誰も見てないし、先生ハードルなんて誰もやらなかったから、その時。で、終わる前にまた自分で片付けして、戻すっていうのを、最終的にはハードルに落ち着きましたね。ただ、動機は結構不純で、練習が楽だし、誰も見てないし、出すのと片付けるので結構時間、稼げるやっていう理由でやってましたね。あと小学校の時は野球部も入ってたんですよ。野球部入ってで音楽陸上やったのか確か。永田さんのお父様はライブなどもする方だと前におっしゃっていましたが、福岡で活動されているんでしょうか？どんな音楽をされていますか？ボーカルですか？何か楽器を演奏されますか？今コロナだからちょっとどうかわかんないですけど、なんかたまにライブはやってやってるみたいですよ。写真とかたまにもらうし、アコギでなんかバンドで出たり、なんか一人で出たり歌ってますね、ギター弾きながら。ご自身で一番自信のある楽器は何ですか？歌は別格ですが演奏隊も大好きです。永田さんはバンドでギター担当だったらしいですね。だったらしいですが、ベースもなかなかですよね。ドラムスもかっこよくてリピートしてます。いや、自信の歌以外で自信のあるのはまあせめてギターかな。でもギターもそんな上手くはないですけど、本当はね、ベースとかドラムは本当に僕これ基本ぐらいしかやってないです。このピアノも、そんなに難しいフレーズとか叩けないんで、もうその基本があれば、まあなんとか形にできるかなっていうぐらいでやってます。東京から地元に帰るきっかけってありましたが、私27歳、女子、
も地方から上京し、現在東京で仕事をしていますが、地元に戻るべきか迷っています。永田さんの人生の分岐点などありますので、お話聞いてみたいです。そもそも音楽やっていくぜってことで上京したんですけど、僕19歳の時に。戻るきっかけ25、6の時になって、一回その夢を諦めたんですよ。そこからヒュッて帰りましたね。ただ戻るべきってわけではないと思うんですよ。僕はだからたまたま帰ってすぐハードオフに入ったんですけど、戻るべきってことはないと思いますけどね。場所は別に関係ないと。やりたいことは多分どこでもやれるからですね。子供の頃見ていたアニメを教えてください。人気なものよりもマイナーな感じのものだと嬉しいです。ロミオの青い空かな、好きなやつは。世界名作劇場って言えばそれ自体有名なんですけど、どっちかっていうとなんかハイジとかパトラッシュの犬とか名犬ラッシュもそうかな、分かんないけど、その辺が結構有名なんですけど、僕ね、その中でやってたロミオの青い空っていうのがめっちゃ好きで、なんか悲しいんですよ。ぜひ見てみてください。レンタル屋さんあるんじゃないかな。リスナーに何か一言。いつも応援ありがとう。私は知ってます。太りました？奥さんの歌うま説が確定しましたが、ワイフ永田様何か楽器とかされるんですか？ギターはちょっと弾けるのと、あとピアノも弾けますね。髭を剃るのはカミソリ派、シェーバー派。カミソリか。カミソリ派ですね。オフ会やりたいです。やりたいですね。一回、今年やりますって決めてたんですけど、そのコロナがあって、ちょっと結局中止にしちゃったんですよ。また最近増えてますからね、コロナがね。どっかではやると思います。警備員として働いてる時の失敗談を教えてください。まあ、やっぱり誘導ミスかな。それは物だったからまだ良かったけど、基本僕工事現場の交通誘導員やってて、人が住んでる一軒家の中を工事しますってことで工事を始めて、トラック、まあ、ダンプカーとかトラックとか止まってて、トラックを誘導しなきゃいけないです。おらーいってトラックの人土積んでて見えないから。でここに家のなんか壁があったんですよ。ブロックっていうのかな、外のブロックスレスレブロックのまあ1メーターぐらいまでつけてピタッとトラックを止めなきゃいけなかった。それ以上行っちゃうと家のブロックにぶつかって壊れちゃうという場面があって、オラーイオラーイオラーイってこうトラックの後ろがこう近づいてくるんですよ。家のブロック近づいてくるんですよ。オラーイ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 バーンストップっていうことがあって、ブロックがすごい全部破壊されちゃって、しかもたまたま家の主の人がなんか工事見てたの、その僕の横で。で僕が誘導してるのを見てて、なんか腕組んでなんかうーんって見てて、その目の前で僕、おらーい、バーン、ストップってやっちゃったんで、まあ怒られましたね。音楽専門学校で学んで今役に立ってることありますか？音のミックスの仕方とか、まあ、それも深くはね、僕途中でやめちゃったんで、深くは学んではないですけど、ファースト基礎は何歳の時でしたか？16ぐらいやったかなと思いますね。今まで動画を撮影してきて一番の失敗は何ですか？大きい失敗っていうのはないかな。女性の髪型、ロング、セミロング、ショート、どれが好き？茶髪と黒髪、どっちが好き？まあ、この中でなら、ロング、茶髪が好きかな。ギャルっぽい感じとか好きですね。50万人おめでとうございます。質問っぽくお願いしてみます。永田店長が全国のハードオフにやってくる的なイベントは開催されないのでしょうか？さすがにね、永田をそこまで、名古屋の、ツイッターも拝見しておりますが、かなりかっこいいギターを弾かれる方がいらっしゃるんです。あ、店員さんでってこと。いつかお二人が店頭ライブされた名古屋に飛んできます。首を長くして待っております。今後ともますますのご活躍をお祈りしております。本当ハードオフっていうのは本当にいろんなかっこいい店員さんが全国各地散らばってますから、別に僕だけじゃないですよ。で僕だけじゃないです。自分のことはなんかかっこいいとか言ってるような感じですけど、まあ多少かっこいいとこあるんじゃないですかね、やっぱそんなやって。まあでもね、本当にね、いろんな店員さんがね、まだまだ眠ってますよ。どんどん行ってみ、お店に行ってみてください。名古屋に行くことはないかな。録音するパートの順番は決まっていますか？およその流れを教えてください。ボーカルとって、これちょっといつものスタジオじゃないんであれですけど、ボーカルとってギターとって、ドラムとって、ピアノあるならピアノとって、で、最後にベースっていう順番で、一回一回止めながらね。撮って、で、同時に、一眼レフで、ソロショットも、この辺に立ててるんですよ、実は。これ合成で消してますけど、この辺にカメラ立てて、同時に、もうちょっとアップのやつを狙いって、二つ録画とボタンを押して始めてます。で、実はここにカメラが、一眼レフが立ってる。こういうね。で、iPhone にも同時に。だから、ベースいつも最後に撮るから、いつもベースがなんか見切れてるんですよ。チェックが甘くて。
もうなんかね、後半疲れて早く帰りたいと思ってるから、なんかベースのチェックだけいつも曖昧なんですよね。で、まあ、ここやったら映るやろうってことで、位置合わせしたつもりでも、なんか映ってなかったりとか、ベースは最近かわいそうですね。最初、初期の頃はちゃんと映ってたと思うんですけど、最近切れがちっていう、ちょっとちゃんと撮るようにします。腕時計はいつもしないの。腕時計はしないですね。左手の指は、ちゃんと見たい、見して、あ、そっか、あ、今はしてないな。指輪してきました。指輪。身長と彼女の有無、結婚してるかが気になります。結婚は、だから、してます。身長は、169.5センチ。なんか170だったり、なんか測るとこによっては171になったりする。DM って1日どのくらい来るんですか？そんなには来ないですけど、まあでも、どんぐらいですか？7通とか6通とか、少ない時は3通とか、多い時は10通以上来たりもするんですけど、なるべく見てはいるんですけど、まあ、流れていっちゃうときは流れていっちゃうから。夢を公の場で堂々と豪語なさる永田さん、グレーのメンバーのうち一人だけ24時間一緒に過ごせる権利があったとしたら、4人のうち誰を選びますか？一人だけ24時間。まあ、テルさんですかね、やっぱり。楽器の演奏歴は何年ですか？ 17、8年ですかね。関東のハードオフに出張があった場合、店舗とかは告知できますか？告知は全然できますけど、多分関東のハードオフに行くことは、まあ、ないんじゃないかな。3年のパパの謎が知りたいです。あ、また来ました。これちょっとごめんなさい。同じ質問選んじゃってますね。さっき言わんかったかな、確か。実は3時のパパであるという。こいつ3時のパパなんですよ。朝ごはん毎日食べますか？毎日は食べないかな。なんか準備で忙しい時はもうなんかいいやと思ってそのまま出たりします。整髪料は何を使っていますか？ワックスで確かにギャッツビーやったかな。ギャッツビーなんかピンク色の丸い、なんか G って書いてある。なんかピンクのワックス使ってます。好きな言葉は何ですか？好きな言葉、やればできる。ファンの方からされた迷惑なこととかってありましたか？気持ちありがたいけど的なことでもいいので、もしあれば教えてください。いや別にないですかね。迷惑、ないですね。考えてみたけどやっぱないな。お店の買い取りで一番高価なものは何でしたか？それはおいくらで売りましたか？まあ買い取りいくらかっていうのはちょっとさすがに言えないけど、買い物、なんか100万円のスピーカーとかは、販売させていただいたことありますけどね。ぶっちゃけると T シャツとかプレゼントしたいので、T シャツサイズを教えてほしいです。送ったのにサイズ違いで着てもらえないと悲しいので。T シャツ言うと L ですかね。なんか僕は被ってません、質問。ちょっとチョイスがそもそも被ってて申し訳ないですけど、まあ、いいか。ハードオフの方は今年はもう更新されない感じですが、今年は多分もう更新はしないですね。来年は、増殖演奏をするときに最初に撮るのはどの楽器で、その後どういう順番で撮ってますか？ごめんなさい、俺めっちゃなんか被ってますね、質問。まあまあ、でもね、この時は、このアルカディアさんで撮った時は、結構大変だったな、これ。めっちゃ映えな場所なんですよ、これ。これはだから撮る順番っていうか、なんか、タキシード、お貸しますよって言ってくれて、これ予定なかったんですけど、だから、ね、本当にその式場のその裏、なんかその衣装担当の人、衣装合わせみたいな、そこに通されて、もう本当ウェディングドレスとかなんか何百着でブワーって綺麗なのが並んでて、でタキシード男物のもバーって並んでて、なんか本当にその、そうだから本当のそのスタイリストさんっていうんですかね、ちょっとわかんないですけど、が。もう合わせてくれて、しかもなかなかサイズがなくてっていうか、多分まあまあこのぐらいでしょうって思って持ってきてもらったやつがことごとく僕の体型が入んなくて、あ、ごめんなさい、ちょっと入んないみたいですね。あ、じゃあ次こっちのジャケット着てみてください。あ、すいません、これもちょっと入んないですね。じゃあこっちはどうですか？あ、これもちょっとすいませんねみたいな感じで、これね、だから結局ね、5回ぐらい来てやっと入ったって、もうこれが多分結構でかいやつなんですけどって言ってたのが、やっと入った。まあこれでいいですって言って。靴も借りたし、まあね。だからいろんな色あったんですよ。うん。だけど、この時はこういう順番。ちょっとごめんなさい。質問、答え変わっちゃいましたけど。まあまあそんな感じという。基本的には永田さんのお休みは聞いてもいいですか？バラバラだと思いますし、状況によって変わると思いますが、会いに行ってお休みだったらがっかりしてしまいますので、涙。大ファンです。結婚してるって聞いた時、ガチ恋勢の私にとってはショック。受けてしまいましたけれど、それでも大好きです。かっこいいです。イケメンです。面白いです。これからもちょっと褒めすぎですね。これからも活躍期待しております。グレート共演楽しみに待っています。絶対共演できます。ありがとうございます。休みはね、バラバラですね。まあ自分で決めるんですけど、だから結構いらっしゃるんですよ。この間来た
けど会えませんでした、やっと会えましたっていう方もいらっしゃれば、まあ、コメントとかでね、行ったけどおらんかったとか、まあ、ぜひともあの、来ていただいたら、まずスタッフさんがいたら聞いてください。あいついますかって。うちのスタッフの子たちも慣れてますから、もう、あまりにも多いから、今日はごめんなさい、いないんですよとかね、多分何かしら言ってくれると思います。お子様の構成を教えてください。これも被ってますね。男、女と。新しく Mac に変えてから編集作業どのくらい早くなりましたか？めちゃめちゃ早くなりましたよ。田村さんありがとうございます、本当に。めっちゃ早くなった。感覚で言うと、だから、例えばじゃあ3時間かかってたものはもう1時間でできるようになったし、その最後の書き出しみたいな作業がめちゃめちゃ早くなってて、前は、本当1時間とか超える時もあったんですけど、今もなんか5分10分ぐらいでできるし、相当早くなりました。これは感謝ですね。夜寝る時の格好はパジャマですか、 T シャツ、短パン、スウェット、それとも裸？裸ではないですけど、まあパジャマになるかな。パジャマかな。ジェラートピケのなんか寝巻きってめっちゃあったかくてモフモフなんですけど、それ着てます。めっちゃ高い。ただもうあれも何年か着てるから、そろそろ買い替えたいですね。その伸びきっちゃってる。いつも遅くまで編集作業されていますが、平均睡眠時間何時間くらいですか？だいたい寝るのがね、1時とか、まあ2時過ぎる時もあるんですけど、もう4、5時間ですかね、だいたい。YouTube メンバーシップを始めたりはしないのですか？これは別に予定ないですね。今一番行きたい場所はどこ？韓国。東京から福岡に戻るきっかけはあったんですか？夢を諦めたから。てか、ほら、100の質問とか言いながら、違う質問100個選んだつもりだったんですけど、めっちゃ被ってますね。まあ気にしないっていう、そこは。長津さんのファンが増殖していますが、長津さんは最大何人まで増殖できますか？今、何人ですかね？一番増えた時で10人じゃないですか？スクリームっていうお店の方で撮った時。まあでも目標は200人なんで。長田娘に入りたいのですが、北海道オーディションはいつですか？ごめんなさい。もう締め切っちゃいました。もらった手紙は全部残してますか？全部残ってます。机の引き出しに入れてます。大好きです。いつか会えるようにずっと願っています。お仕事頑張ってください。動画は私にとって本当の宝物です。いやー、嬉しいですね。ありがとうございます。まあ、質問ではないけど、これ。質問じゃないけど、でも嬉しいですね。ありがとう。お父様も音楽をされているとのことですが、テレビやラジオに出たりしていますか？テレビやラジオには出てないですけども、普通に、一般の人なので。コメント欄見ると女性ファンが多いように思います。もともとの永田さんも女性ファンへ一言お願いします。愛してるぜ。でも僕ね、うちのチャンネルは実を言うと、男性の方が多いんですよ。比率がね、確か、最近見てないからあるけど、7対3ぐらいで、男の方が多いと。ミスチルで一番好きな曲は何ですか？まあ、やっぱ、トゥモローネバーノーズかな。でも好きなのは、まあ、シーソーゲームとか、ヒプノシスやったっけ？あの曲すごい良かったな。あとは、タガタメとか、タガタメめっちゃ好きでしたね。海で泳ぐときは水着一枚で泳ぎますか？上から何か来ますか？あ、上から何か来ます。なんかちょっとやっぱ恥ずかしいからね、ボディが。そういう女の人いるじゃないですか。なんかちょっとやっぱ羽織るみたいな。そういう感じですね。歯の治療は全て終わりましたか？笑い。猫は好きですか？好きです。初恋の話聞きたいです。初恋って僕多分、保育園の時とかですかね。名前も覚えてないですけど、その次が小学校で、その人は名前覚えてないです。確かね、萌美ちゃんっていう名前だったんですけど、途中で転校しちゃいましたね。柔軟剤は何を使ってますか？いや、うちね、めっちゃ柔軟剤あるんですよ。5種類ぐらいあるんだよな、多分。なんか気分だの、服の種類によって使い分けてるんですけど、なんだっけ、フレグランスやったかな？フレアフレグランスってのが何個かあって、あとファーファと、あとなんだっけな、ランドリン、なんかランドリンみたいなのありませんっけ、ランドリンみたいなやつ。なんか5種類ぐらいあります。好き。ありがとう。今までに買ったもので一番高いものは、車？好きな髪型は女性の。なんかキャバ嬢みたいな。キャバ嬢ってことも、なんか最近キャバ嬢とか別に見てないんですけど、なんか好きな髪型ね。でもこれ普段ってことですよね、多分。なんだろうな、なんかヤンキーとかギャル系の、なんかそんなんばっかですけど、そういう髪型派手めな方が好きかな。
今の体重を教えて。朝ごはんは何を食べますか？食べるときは、まあ普通に、もうほんとウインナーとご飯ぐらいで済ますことが多いかな。パンのときは食パン、チーズ焼いて、チーズ乗っけて食べるとか、そんぐらいかな。動画編集の際に使用している機材やツールを教えてください。動画編集だから、その、パソコンは、iMac、ごめんなさい、MacBook Pro の、SSD で、これはもうキングコング西野さんのね、敏腕、マネージャーとは違うんだろうけど、田村さんという方にちょっといただいたんですよ。本当にありがたいことに。オーディオインターフェースはもうほんと5000円ぐらいのものじゃないかな、あれ多分。ほんと安いやつ。もうだからそんな僕の、音質はあんまり良くないでしょ。あんまり編集はね、凝ってできるタイプじゃないんで、ある程度で全部やってます、ミックスとか。長瀬さんのやんちゃエピソード教えてください。まあやっぱりあれかな、やっぱ2万円で上京したことですよね、10代の時に。全財産2万円ですよ。住むとこ決めずに行ってくるわ、つって東京行ったんでね。今じゃできないもんね。あとは警備員の頃、なんかその寮に住んでたんですけど、社宅。うん、そのなんか、そこの、なんか部屋の中で、もうほんと19歳か20歳ぐらいの時ですよ。部屋、なんかバーベキューしたくなって、バーベキューしようってなって、なんか本当にガス、なんていうんですか、バーベキューセット、あれを部屋の中で炭入れて火つけちゃって、まあ燃える前にね、その会社のなんかその偉い人が部屋にバーって入ってきて、まだなしょったかみたいなって、めっちゃ怒られた記憶がありますね。部屋ぞこことか言われて、今思ったら確かにと思いますよね。 S ですか M ですか、何かフェチなものありますか？僕は S です。フェチ、1個もう圧倒的にこれっていうのあります。じゃあこれはちょっとさすがに言わんとこうかな。もともとはプロの歌手を目指したんですか？そう、歌手っていうか、もうバンド、まあそうね、プロの歌手で、最終的には一人でアコギ持って、なんか神奈川の溝の口っていう駅だったり、田園都市線のね、なんかその辺で弾き路上ライブとかやってましたね。あれも聞いてくれなかったですけどね、その時。ウインクは得意ですか？過去の自分に声をかけるとしたら、過去の自分、お前 YouTube 続けといた方がいいよっていうかな。過去の動画残ってんじゃないかな。てかめっちゃこの1年でめっちゃ上げてるな。1年間で何本上げたやろ。これやろ。このアボーイずっと忘れん。これも1年前だって。1年前は500人ぐらいだったのが、今5万人超えてありがたいことにね。なんか今よりちょっと痩せてる気がするな。あれ？これギターのソロショット、なんかカメラ動いてるな。奥さんが撮ってんかな。これね、一発目奥さんと一緒に入ったんですよ、スタジオ。で、こことここですよ。この戸惑いグレーカバーってあるけど、ほら、ここいきなり6年前になってるでしょ。もっと言うなら、ここになる前は、チャンネル名がね、ゆうすけチャンネルかなんかだったんですけど、ずーっと6年間放置してて、で、その1年前に、これでもう一回始めたと。この頃からね、ちょっと、Mac に最初から動画ソフトが入ってるから、ちょっとした編集みたいなことはやってたんです。細いですね。で、一番最初に上げたのが、この、もう本当に、これ何年前？ 8 年前か。僕はグースハウスさんっていう、YouTube でね、すごい有名なグループのメンバーになりたくて、そのためには YouTube 上に動画をアップする必要があって、それで上げたのがこの動画で、これが一番最初の始まりの動画。この時はね、確かね、画質すごい悪いでしょ。なんかね、デジカメで撮ってたんだよ、確か。しかもなんかほら、ちょっと息って、なんかおしゃれなシャツとか着ちゃってさ。しかも、細いっていうね、今より。この時の自分に一言ってことでしょ。そのまま YouTube やっといた方がいいよ。まあ一時期、チャンネル消そっかなとか思ったことも、この当時あったけど、まあまあ消さんで正解よって。あと太るよ。今お前そんな、ちょっと息ってるけど、太るからね。20キロは太るよ。こんなとこですかね、インタイム。というところですね。あ、って感じで、100問いきましたね。ちょっと何個か被った質問あったから、もうちょっと被りありつつの100問になっちゃいましたけど、確かこれでね、100問答えたはず。100の質問にお答えしてきましたけども、いかがだったでしょうか。この頃があったから今5万人突破できたっていうのがありますからね、そもそも。でも本当にありがとうございます。来年もってもうなんか最後の動画の挨拶みたいになってるかもしれないけど、まあまあ、まだまだ続けていくんで、もっともっと増やしたいですね。もっともっと知られていこうという。まあ、あくまでね、趣味でやってるようなとこではありますけども、まあまあ、これからも楽しんでいただけたらと思います。
ではどうもありがとうございました。